皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回も原神遊んでいきましょう。ですね、前回の続き引き続き遊んでいきます。さあ、まあランク7にするまでもうちょっとね、ガチャであるんですけど、もうちょいかかるかなっていうわけでね、もしリセマラやるんだったらね、使えるかどうかわかんないけど、もし加速機が使えるんだったら間違いなくその方がいいんだけど、どうなのかなって感じだよね。使えたらラッキーなんだけど、さあなんか2倍とか3倍の速度にして動かせばだいぶね早く終わると思うんだよね。なんでこの人ビビってんの。鍛冶屋はあそこだ。ああ、そうそう、ガチャで手に入れた武器ね、一応装備してるんで強化できるのかな。なんだ、武器を見せろ。パイモンの一没を見てみたい。おい、なんだそれ、オイラを先人に立たせるつもりか。こんなに小さいし、オーダーメイドしかないな。オーダーメイドできるんだ。当然だ、販売、オーダーメイド、精錬、すべてこの鉄工房の仕事だ。お前に鉱石があればな。ここで買える？他のやつに聞いてくれ。あ、足んねえのか。こっちは足りないくらいなんだ。じゃあこうしよう、この付近で鉄が見つかりやすい場所を教えるよ。鉄を持ってくれば製造してやる。そういえばなんか鉄壊して取ってきてるのちょっとあったよね。いや、いらない、仕事にも。なので、なんかイライラしてる、邪魔したのかな。どうすんの、これは石で作るのか。これは、なるほど。で、まあ、どの道できるものは何もないって感じだねダメか、まあしょうがないんで、ここは来てもしょうがないんで行きましょう。じゃあ、神殿の入り口、神殿に行く前にちょっとマップどうやって見るんだっけ。これか。この辺かな、もうちょいかな。宝箱なんか結構取り逃してる感があるんだけど、どこだったかな。まあいいや、こここう来て、こう来て、ついこの辺かな、ここ行くじゃん。そしたら、ここにね、神殿この辺にあるから、行ってって感じかな。まあそんな感じで最短でとりあえず次のガチャをね、さっさと引きたいので、やっていきます。アンバーですここが放棄された地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないのだから、中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はあ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。自分の神殿とは。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて地風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。じゃあ入ってみますか。なんか違和感あるなこれ。モンドの人々はまだ封鎖で困っている。1秒たりとも。まじゃあ入りますか。これはあの操作台を使えば扉が開くよ。おお、なるほど、見えた、神殿の最深部だ。127m 先か、近いね。え、ここなの神殿。アンバー狙い撃ちが射撃ができます。なるほど、貯めるといいのね。さあ可燃物燃焼。さあ宝箱ゲッチュー。あ、なんか取り逃した。
ヘイヘイ。これはキャベツ、どっから出てくんねん、キャベツ。めんどくせえな、これ。元素視覚を利用するとさまざまな物体の特徴がわかります。色ね。緑は草、炎で燃やせます。木星の盾は草元素です。なるほど。これか。なるほど、これで燃えるやつがわかると。へい、ほら、気づいてない。うん、ザコメがこいつ登ってくるとか言わねえよな。大丈夫か。は、どこ行った。あ、いた。ヘッドショット。でいい。ちょっと、まずい、角笛の音。は、きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだ。いいよ、どうせこいつら登ってこれねえし。こういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。もう爆発はしないの。お、するやんけ。へい。さあ全部倒した。ああ、倒してない。油断したぜ今マジで。試合をしよう。ついてこれるかな。お、いいね、爆発。さあこれなんだ。モラ。いや、それよりもガチャのねアイテム欲しいな。ちょっと待って、なんかいっぱいいるな。なんかこれでシャーン。あ、ね、あの赤いのが火ってことか。なるほど。ふいや、燃えろ。あ、燃えた燃えた。はい、ウサギ伯爵出撃。あら、燃えろ。あっち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 ってやってるよ。おっしゃー、三角打ってみるか。あれって火薬が詰まった樽だよね。言うの遅くね。うん、矢で撃てば起爆できると思う。言うの遅くね、もっと早く言え。ほら、百発百中。あ、ファイヤーロー。はっと、ここであのメンバーチェンジして風で拡散するっていうのもねありなんだよね。近づいてこないと思ったらそういうことか。あ、このいかに燃やしてくださいみたいな、これさあ近いよ。バツボタン2階で展開。お、おっと、飛べるじゃん。ふう、翼長と思ったけど。いいね、飛べんのか。こういうの竜の気配がする。あれが力の集まるポイントかな。これはよし、壊そう。はい、はう、疲れた。でもこれで少しはジンさんの役に立てたと思う。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今
風魔竜が門戸城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。それ絶対アンバー考えたやつじゃないでしょう。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。お、なんか良さそうな宝箱。てかなんかね、思うのが、これもし MMO だったら面白いだろうなってほんと思うんだよね。まあこういうダンジョンだけね、あのソロ専用にして、あと全部共通とかね、でアバター課金とかね、だったらいいのになーって普通に。すげえ面白そうだよね。まあ戦闘はね、なんかちょっと単調だけど、まあスマホ系で作ってるからそこはしょうがないのかなっていうね。さあキャラクター経験値1550、あとはちょっと遠いな。来たか、近くに来てくれ。何か匂うか。いや特に何も。まあでも選択肢にあるんでこれ行きましょう。この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり中はきっと賑やかなことになってるだろうな。雑魚ばかりだろ。ほう、気合の入った発言だな。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こうお嬢ちゃん。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。いやなんかせめてさ、なんか一緒に戦ってほしいよね。さあ、レベル5が推奨。劣化とライゼン。レベル25。だいぶ先やね。どうしようか。一回、キャラのレベル上げよっか。ちょ、回復もしたいな。それからどうしたの。じゃあ、いきますよ。いてくれてよかった。さて、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。騎士団だけど一人で。あ、お試しできた。なるほど、多分これガチャでさ強いから、おい引けよっていう多分その煽りなんでしょきっと。違う？俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。その経験とやらで戦ってみようか。どうしようかね。上から行きたいな。でもなんか行ける感じじゃねえな、ここ。魔物が水分を含んだ環境にいると湿潤効果を付与されます。で、氷元素に水元素合わせると簡単に凍結してね、制圧できます。こいつ氷か。なるほど。えい、こいつはどうだ。あ、クールタイム、クールタイム。おとなしく仕上がる。いやこれずるいだろお前、これいきなりこのキャラ。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ。どうやって元素の力を使ってる。そんなこと俺が知るか。不思議な現象だよな。これこっち来ると何があるんだこれ。噴火装置内部のコアは装置にエネルギーを供給し続け重要な部品です。壊せってか。なるほど、分かった。これ
これがいい。強くねえこいつ。なんか他のキャラより明らかに。まあでも多分ね、きっとサービス続けばもっと強いのが出てくんだろうな、きっと。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。さすがにここ落ちたら死ぬか。ほっ、ふう、いい感じ。蘇生の門ってやっぱ死んだらこっから復活するってことかな、多分。おお、ちょうどいい氷。部屋の中央にあるネイビーの石は水の琥珀です。壊すと一部に雨を降らせて湿潤効果を付与します。なるほど、壊せてか。えい、湿潤。これで火は消せるよな。は、ちょ鋭いな。陣から称号をもらって騎士にならないか。獲得、いや、この獲得課金アイテムがちょっと少なすぎるな。もうちょっといっぱい欲しいな、本当に。なんかね、このスマホと PC 一緒にしちゃったせいで、なんかどっちもなんか中途半端な感じになってる感じはありますよね。で、これは泳いで通ることはできません。じゃあこれせましょう。すまんすまん。違った、これじゃなかった。これ。しゃあ。そういえば知ってるか。風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。都合のいいなんか床だな、動いてるやつ。お、風だ風。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。いやー、恥ずかしいぐらいね、そんなに褒められちゃ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきそう。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。え、これ操作できんの？もしかして
いや、なんかキャラな、いっぱいいるけどな。ただ、デッドアライブのエクストリームヴィーナスバケーションもさ、結構、なんだかんだ言ってキャラ取ったからね。遊んでて。無課金でも。これも続ければね、きっとね、キャラいい感じに揃ってくると思うんで、まあ、それでもいいかなって感じかな。さあ、目的地到着、神殿。これ3つ目か?とりあえず。次、リサ使えるのかな?あら、かわいい子ちゃん。危ないのに手伝ってくれるなんて、感激だわ。何かわからないことがあったら、お姉さんに聞いてちょうだい。じゃあ、なんでサボってんの?あら、いい質問ね。基本的に、肉体労働と、頭脳労働以外のことかしら。それ以外に何があるんだ?まあ、行きましょう。本の中の静電気。よし、行くぞ。さて、目的地遠いかな?なんかあの上の辺とかじゃない?きっと正面かな?私も少し本気を出そうかしら。お試しだ。 L1 と三角で。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。あ、そう、5人まで行けるんだっけ。この風を使って上に行きましょう。は、何これ。あ、地味なんだけどこれ。この風を使って上に行く、これか。待って、リサ超地味。あ、お、みんな大好きなズームイン。あ、ちょ、間違えた。お宝だい。ランク7大変だねこれ。結構ガチャできるから早くランク7にしたいな。お姉さんに任せて。へい。お、カフか、いいね。それなるほど。結構お試しでいろんなキャラ遊べるよね。なるほど。いかにも雷元素の石碑ね。はい、雷長押しで炎症することもできます。なるほど。力で起動させてみるわ。足元に注意してね。20秒。きついって。しびれなさい。挑戦失敗。は?は?しびれなさい。リトライさろ、リトライ。はい。長押しの回し、ほら。ほら、長押ししてる。よいしょ。よっしゃ、いった。ギリギリやね。あ、いたいた。これ特定のキャラいないとクリアが難しいとか、そういうダンジョンあるのか、もしかして。この感じガチャキャラないときついとかさ、なんかありそうじゃない？なんか嫌な予感してきたよ、この先。ここはいいかな。なんか他登ってこれそうだった気もしなくもないけど。よし、しびれなさい。アウチ。噛んで、しびれなさい。
しびれなさい。スタミナ使うなこれ結構。やべえ連鎖してる攻撃。しびれなさい。いや水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。すごいね。しびれなさい。爆発したかった。よかったよかった。なんかとりあえず料理の素材はいっぱい手に入んね。空域よ。ここから上に上がりましょう。さあ中間ポイントか。ちょっとねアイテム取るのがめんどくさいけど。当たんないか。しょうがないな。いや、こういう時になんかこのアンバーとか使って、水だから行かないのか。本当にしぶとく。えい。ちょ、これきつ。まあ別にガイアでもいいんだけどな、ここ別に熱あるから。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じたイカ槌の火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。はい。よし。開くのかこれ。で何これ。ちょっと私の首にある宝石が何かって。うそ、本気で聞いてるの。これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。あ、道できんの、ありがとう。行くぜー、ほっ。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから。突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。せい。さあこれ中間ポイントかな。これリサのお試し、お試しじゃなくて続けばいいな。よっしゃ目的地。はい、ビリビリ。帰って休めるわよね。よし。ああ、それは風の塊みたいなもんだ。風たちの地にある東風の竜トアリン、南風の獅子ダンディライオン、北風の狼ボレアス、西風の鷹セピロス、それらはモンドの四方の風の守護者で風神バルバトスの眷属でもあるわ。トアリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、他のものは四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ。モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。ほらほら行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。
ということで読まなくてもいいのかな。いやー、この原石な、買うと高いからな。帰ろ。で、多分次ね、七天神像ってとこに行くのかな。で、多分それでマップ解放されるんじゃないかなって気がします。知れないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。使い道なんだっけ。まあ いや、第1幕完了。序章。第2幕、七天神像の奉納ワープポイント解放、宝箱探索任務クリア。まあ一応ね、どれも経験たまって、ランク上がると。15まで頑張ってあげろと、そういうことね。冒険者協会ガイアの難題、とりあえずいろいろ任務が来たので、それやりながらね、ランク上げていけってことかな、おそらく。とりあえずこれ行きたいね。これとりあえずなったので、じゃあ今回ちょっと霧がいいんで、その最後に祈願して終わりましょうか。 20% 割引、持って、15持ってる。よし、じゃあ行きますか。なんかこう演出が、あー、ダメだこりゃ。なんかダメだこりゃとしか感じないね。シャル欲しいな、シャル。内田麻也。全部武器じゃないこれ。来た！あー、星4。あ、いいね。星4でもキャラなわけ、嬉しいよ。よし、OK。ありがとう。さあ、これは。あー、ちょっとこのカメラ。カメラさん？ちょっと惜しいな。まあいいだろう。いやー、中二病欲しい、中二病。あ、初心者応援キャンペーン終了です。なので、まあ、そうだな、これ限定なんで、これ期間内に天井行くって無理だと思うんで、まあやるんだったらこっちかなって感じ。ディルックも結構強いみたいなんでね。さあ、そのわけで、じゃあ今回はここまで。かな。ガイアは仲間なのかな。お試しだったと思うけど。なわけで、よかったらぜひコメント評価、チャンネル登録お願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。今回はこの辺で。